どうもデルスです。皆さんはローリエというものを知ってるでしょうか？なんか料理番組とかで見てると、なんか肉とかそういったシチューとかそういう煮込み料理をする際にローリエっていうものを入れて、これでグツグツ煮込むとなんかよりいい感じになるらしいんですよ。それで自分は生まれてこの方ローリエというものを触れたことがなくてですね、それで先ほどスーパーの方をうろうろしていましたら、こういったものがありまして、ローレル原型というですね、まあローリエの別名ですよね。ローレルとか月桂樹の葉とかよく言いますけど、果たしてこのローレルどんな味がするのかというのをレポートしてみたいと思います。じゃあとりあえず開けてみますか。よいしょ。匂いどんなだろう。うわー、すんごいスパイシーな感じなんですね。なんでしょう、なんでかわかんないですけど、頭の中にはもうデカデカとギャバっていうのを思い浮かべてるんですけど、まずはそのままに耐えてみたいと思います。いただきます。なんだろう、すんごく硬くて表面ザラザラしてて、そんで味しなくて、これは卵の殻を噛んでるような感じですね。どうやらそのままいただくものではないようですね。というわけで今度はお湯をかけてみて、にじみ出たエキスがどんな味するのかというのを試してみたいと思います。それではローレルを置きます。なんか割った方がよりエキスが出るっぽいんで、そこにお湯を加えます。あー、カメラ越しには分かんないかもしれないですけど、ほんのちょっぴり緑色が映ってるような気がしますね、お湯に。それではこのまま5分ほど浸してみましょう。さあ、5分経過しましたが、まあ、見た目は全く変わんないですね。あれ、なんか匂いがなんか嗅いだことあるような匂いなんですよ。それではいただいてみます。なんだこの不思議な味わいは。あ、でもこれなんか分かった、コンソメスープだ。なんか固形のコンソメスープを溶かした時に香る匂いの一部がこのローリエだったんじゃないですかね。そっか、あのコンソメのあの独特の匂いはこのローリエだったんだな。まあ、味の方はただのお湯ですけども、だから無味無臭ではないんですよ。無味コンソメ臭でも何かしかの効能がありそうな味しますね。では最後にですね、お湯に浸したらローリエ食えるのかどうか。全然変わんねえ。